あの死刑囚でありながら釈放されるという状況になったんですねで再審開始を決定した静岡地裁は死刑囚としてこれ以上袴田さんを獄につなぐことは日本の司法として許し難い状況だという裁判長のです、ね、言葉をつけて死刑囚であるという身分のまんま今あの社会に復帰しているという状況なんですが裁判の結果に関してはまだ予断を許さない。 ただしもしそこで再審が取り消されたとしてもおそらくまあ袴田さんをもう一回死刑囚として拘置所に戻すことはないだろうと言われてるわけですがとんでもない話で我々からすればこれ明らかに無罪事件だと袴丸さんが自供したとされる43通ぐらいのあの調書があるんですけども裁判所は43通のうちの 一通を除いてすべてこの教室捜査は信用ならないと言って却下してるんですね。一通、うん、だけで果たして人を試験にできるのかと。あとはほぼもう拷問に近い取り調べの中で無理やり自供させられてるということからすれば、それこそ静岡地裁の裁判長じゃありませんけれども、これ以上袴田さんをごに置くということは日本の司法は根本的な信頼を失うんじゃないかというのは私たちの考えでして、 で、今回あの、うん、まあ、83歳で、えー、他界されました元裁判官の熊本の道さん。はい、今、西川君から伝えてもらった通り、熊本元裁判官は2007年、13年前に、 無罪の新証があったが多数決で破れ、信念に反する判決文を書いたと告白した。ただ、こう裁判官が知り得たこと、まして裁判官当事者ですから、はい、こういうことを言うこと自体が、<laughs> えまあ、放送倫理、放送といっても、あの、法律の世界の倫理に、これ一打するんじゃないかと言われていたんですが、はいはい まあ結局、被告となって死刑囚となった袴田さんのご家族からするとなんとありがたいことだったかというふうに今おっっしゃってるわけですよね,、はい、ですねあのもちろんあの重大事件ですから、はい、あの3人の裁判官の合議,合議体でやるわけですけども、はい、あの熊本さんは当時若かったですから裁判長じゃないわけですよね、うん、であの3人の裁判官でこれは無罪なのか死刑なのかという表議をするわけですけども。 裁判長ともう一人の方の陪席は死刑で、熊本さん一番分かったんですけども、これ無罪じゃないのかということだったんですが、役割上、判決も書く立場だったんで、死刑判決は、ご自身は無罪だと思いながら、合議体の決定としての、あの、死刑判決を書か,かざるを得なかった。で、まあ2007年になって、私はこうだったと。無罪の心証だったと。ただ、あの、いろいろ、 熊本さんに対する批判もあったのも事実なんですが、三人の合議体のうちの二人なんかはすでにお亡くなりになって、それから熊本さんは、実は私はこうだったということに関して、やっぱり司法官の中でも、他の裁判官がみんな亡くなるのを、後になってそれを言われたんでは、残る裁判官の立場もないじゃないかというような様々な議論があったんですね。で、私あの、福岡の小倉に、あの、 福岡に戻られて、あの、お住まいだったん、はいあの、テレビの番組で何回かインタビューさせていただいて、で、まぁ、あ、時々涙ぐみながら、心にもない判決を書いてしまったということをおっしゃったんですが、うん、結局、赤丸さんの無罪を見ずに、うん、あの、お亡くなりになってしまったと。赤丸さんは現在、あの、お姉さんの先ほど言った秀子さんと、浜松の、うん ご自宅で暮らしていらっしゃるんですが、何世四十何年という長い死刑に怯えながらの抗菌の生活でしたんで、人間の防衛本能としてですね、抗菌性のイローゼ、つまり、いつ自分に死がやってくるか分からないという状況の中で、自分をガードするために精神的な閉鎖状態を置いてしまうと。いわゆるそれが抗菌性のイローゼとなって、今でも、 ずっと徘徊しているというような状況が続いている、うんえー、話しかけて分かる部分と分からない部分があるという極めて不幸な人生になってしまったのは事実なんですねあの現在でも冤罪と呼ばれるいろんな事件があって、はい、そのことについて、まあ、いろんな議論がある中で裁判官ですよね、はい、判事のこう重責っていうのはすごいと思うんですけども、うん 三人の合議制の中で二人の裁判官は、まあ死刑と言ったけど、私はそうじゃなかったっていうふうに熊本さんが思った時のその、裁判官も人の子だからっていうのはもちろんあると思うんですけども、どんな気持ちだったんだろうなこれは辛かったろうなですね <laughs> あの、裁判官当然のことながらですね、あの、お辞めになった後も含めてですね、死ぬまで、その、主義義務っていうのはあるわけですよね。うん、ただ、私は、その、数々の冤罪事件を扱ってきて、やっぱりそこに関わった方々が、どっかで、あの、両親の発露をしていただかないと、本当の冤罪事件っていうのはなくならないんじゃないかと。うん 例えばその赤丸さんが死刑判決を受けて死刑に怯えて、えー、毎日が怒こられてる本当にあの死刑に怯えないで済むっていうのは12月の29日から1月の3日までだけなんですね申請、うんね、の中でこれはもう法律でその間は死刑の執行してはいけないとそれ以外4四十何年間気の休まる日ってのはないわけですよね必ず自分の死がやってるくんじゃない そういう時に裁判官を含めて取,取り調べに当たった方、拷問に近いことを知って袴田さんに自供させた警察官。自分たちは普通の、あの、例えばお正月が来ればお年を祝って、クリスマスには家でお子さんたちと楽しい日々を過ごされるかもしれない。やっぱりそういうことに関わる人というのは、自分はこういう幸せな生活をしてるけど、自分がやった取り調べによって、 あの人は今こういう状況になってる。こういう死に怯えてるんだと。少なくとも両親に問いかけたら、俺はこんなことをしてていいんだろうかと。いう思いに至らなければおかしいと思うんですね。そういう思いに至らないような精神を持ってるんであれば、私はその仕事についてはいけないんじゃないかと。いう思いがするんですね。だとすれば熊本さんが本当にそういう問いかけで、これはまずいと。やっぱり自分が存命のうちに。 言わなきゃいけないと、いうことで、袴田さんの時の判決の詳しい内容を取るしたとすれば、私はそれは責めちゃいけないと思うんですね。それを裁判官の主義義義務だとか、あるいは他の裁判官の立場も考えろとかって言ったら、そういうことが、のために両親が押し潰してもいいんだという話になってしまうわけですから、やっぱり今回の熊本さんの死というのはですね、冤罪事件のありようとして、 こういう形で冤罪を話していくこともできるじゃないかあの時取り調べに担当した方々はどうなんだということも言えるんじゃないかと思うんですよねこれ1960年代の事件ですで今2000年21世紀になってもまだ冤罪事件というのがあってで冤罪とまではいかないけどもこれ大谷さんにも話してもらったある女性ジャーナリストこれ伊藤さんですね、はい、にしても暴行を受けたって言って で、警察の捜査が入ると思ったら、ピタッと突然止まった。これおかしい話だよなってことは、これ事実として、ピタッと止まったわけですよね。はい、で、そのことについて、じゃあどうなのかっていうと、誰かしらが止めてる。はい。それは一体誰なんだっていうことも含めて、ただ、止められた側の警察官の心、心証っていうんですかね、心情っていうのも、なんでっていうのはあったと思うんですけどね。ね。あの、伊藤さんの事件にしてみればですね、 明らかに性的暴行を受けたとご本人は言ってるわけですよね。しかもかなり明定させられてと。で、私はあの、こうやって事件とかその他を、それぞれ、あの、性的暴行にしても、被害者は女性一人かもしれない。殺人事件があったとしても、一人の人間の死かもしれない。だけど、その時の政治とか社会っていうのは、私は、毛細血管と一緒で、真実は細部に宿るというのが我々の資材だと思うんですね。つまり、 どんなにこの女性が泣こうと、そんな女性の低層観念なんてどうでもいいと。それよりも権力のためにそれ潰しちゃおうと。どんなに泣こうと、そんなことしたほうが一人の女性じゃないかと言うんであれば、それはすべからくその政権の基本的な考えなんだろうと。つまり我々はそういう政治を支持してんですかということを問われてるんだと。踏みじ,じっていいもんじゃないんだよ。たった一人の女性のそういう。 被害にしてとというところがですね我れ対処交渉から別に政治をどうしようとかああしようとかっていうんじゃなくてこの事実を持ってしたらこれはダメでしょこれがちゃんとできない政権ってダメですよ袴田さんをこのまま命たつまたえるまでそのまましとくんですかということがまさに静岡市